内田悦氏は、日本の政治家。千葉県浦安市長。元千葉県議会議員。元浦安市議会議員。千葉県東葛飾郡浦安町大技堀江生まれ。浦安町立南小学校、東方大学附属東方中学校、高等学校卒業。1988年3月、国学院大学法学部卒業。同年4月、浦安市役所に入庁。 2002年8月、市役所を退職。2003年4月、浦安市議会議員に初当選。2007年4月、千葉県議会議員に初当選。県議時代は自由民主党に所属した。2015年、県議参戦。2017年2月3日、浦安市長の松崎秀樹が、千葉県知事選挙立候補のために、市議会議長に辞職願いを提出すると、同日に、 内田は、松崎辞職に伴う市長選に立候補する意向を表明した。松崎は2月9日付で市長を辞職。なお、内田は、県議の辞職は行わず、自動失職となった。同年3月26日に行われた、浦安市長選挙に自由民主党、公明党の推薦を得て、立候補、前市議の折本ひとみ 松崎の支援を受けた元市議農家の岡野淳子らを破り、初当選した。2021年3月21日投開票の同市長選挙で前市長の松崎を破り再選。ありがとうございます。